株式会社宮崎太陽銀行は、宮崎県宮崎市に本店を置く第二地方銀行、福岡証券取引所単独上場銘柄の一つである。1941年に宮崎県内の4無人会社の合併により、設立された宮崎無人株式会社を起源とし、1951年の 相互銀行法施行に伴い称号を株式会社宮崎相互銀行と変更、1989年には普通銀行へ転換して現在の称号となる。2019年3月に監査等委員会設置会社への移行を発表した。2019年3月現在において営業店舗は地盤の宮崎県内の他に福岡県や大分県、 鹿児島県に店舗を構えている。ATM では、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、佐賀共栄銀行、長崎銀行、熊本銀行、法和銀行、南日本銀行、沖縄開放銀行のキャッシュカードによる出金については、自己扱いとなる。また、SBK 過名6行の通帳。 キャッシュカードでも各項 ATM 相互間でのカードによる入金、通帳による入出金、通帳基調も利用できる。なお、熊本銀行の通帳については2009年1月4日付で SBK 離脱及び福岡銀行のシステムへの移行に伴い宮崎太陽を含む SBK 加盟6行の ATM では旧式、新式の各通帳問わず利用できなくなった。 なお、熊本、宮崎太陽とのカード相互入金については、それ以降は、手数料が有料化される。コンビニ ATM は、2005年6月22日より、セブン銀行が、2011年4月26日より、E ーネットが、それぞれ利用提携を開始している。ありがとうございます。